このシーンを見てください。ダークソウル三部作を締めくくるラストシーンです。主人公は世界を救うではなく、逆に世界に終わりをもたらすことでベストエンディングを迎えました。ソウルシリーズを知らない人からしたらはてなって感じだと思います。ゲームにしろ映画にしろ、普通は主人公が世界を救ってベストエンディングじゃないですか。でもダークソウルはね、真逆なんですよ。プレイヤーが介入する段階ではすでに世界はデスループに入ってるんですよね。例えるならば、悪の組織が世界征服を成し遂げた後なんですよ。もう手遅れっていうね。残された道は自分という存在ごと世界に引導を渡すしかないんですよ。ではなぜそんなことになったんでしょう。棺より以前、世界が狂い始める前日譚には何があったんでしょうか。結論を言います。神々による子作り事件です。神様が子作りしたんですよ。それで世界が崩壊しました。太陽の光の王グインって子供が作れなかったんですよ、もともとは。でもグイン大王が不可能にもかかわらず無理やり相手と子作りしたせいで世界が崩壊しました。概念が壊れちゃったんです。では世界を崩壊へと導いた神々の子作りとは一体どのようなものだったんでしょうか。ようこそナルニーです。ついに始まりました、神々の子作り。ダークソウルの最暗部、秘匿された女神たちの物語。今回のはヤバいですよ。なんたって3日後の剣族兄貴のラテン語翻訳を参考にさせていただいております。くっそ面白いんで楽しみにしててください。さて、冒頭にグイン大王は子作りできないと言いましたけれど、にもかかわらず結構子供がいるんですよね。太陽の調子、グイネビア、グインドリン、フィリアノール、あとヨルシカ、分かっているだけでも結構な人数の子供です。で、こっから子供を作るとき何が必要になると思う。まあ、当然伴侶だよね。そう、子供がいる以上、神といえど大王グインには奥さんがいたはずです。普通王様がいて王子や王女がいたら王妃様は登場しますよね。ですけれど、グインの奥さんに関する記述ってどこにもないんです。不自然なほど王妃が話に出てこないんですよ。それどころか、アノールロンドには妃を迎えた形跡がどこにも残っていないんです。オーンスタインとスモーがただグイネビアの幻を守っているだけでした。ちょっと明らかに不自然ですよね。王妃様どこ行ったのっていうね。アノールロンドにグイネビア以外の女神様はいたのでしょうか。はい、ダークソウルの考察はここから始まります。テキストだけでは解けない領域に踏み込んでいきます。まずアノールロンドの内部構造から。王宮向かって右の塔のエリアには不可思議な部屋がいくつも残されています。まず最初にここ、天蓋付きのベッド。今は荒れているけれど元は小綺麗な部屋だったことがうかがえます。飾られた絵は人物画が中心。部屋の雰囲気からしてどうも女性の部屋だったことがうかがえます。さらにこの部屋の反対側には銀騎士に守られた部屋があります。こっちもさっきと同じように天蓋付きのベッドに絵画が飾られています。飾られた絵は風景画がメインですね。アノールロンドや黒い森の庭の絵が飾られています。調度品から察するに、なんとなく2人の女性が対照的な人物だったことがうかがえます。さらに同じ塔のここにはなぜか、くさびのデーモンがいるんですよ。本来ならばイザリスの混沌にいるべきなのに不思議ですね。で、このデーモンが守っていたのは小さい礼拝堂です。特徴的なのは一対の対照的なタペストリー。そして説教台の脇には二人分の椅子が置かれています。この部屋何の部屋だったのか、わざわざくさびのデーモンが守っているあたりかなり意味深っすね。じゃあね、ここで一つの仮説を立ててみます。かつてあのオールロンドには二人の女性が滞在していた。礼拝堂はその二人の女性の名残である。部屋まで用意され手厚い待遇を受けていたことから地位の高い女性、下手したら女神の可能性まであります。こんなところでしょうかね。ではこの仮説に肉付けをしていきましょう。着目すべきは紋章です。まずこの礼拝堂の絨毯を見てください。一対の八芒星が描かれています。そしてカーペットの中心部に描かれているのは16花弁の花です。手がかりはこの2つ、八芒星と16花弁の花。これはどこの家系の紋章なんでしょう。まあね、グイン王家の紋章は三角主体のこれですし、アノールロンドのステンドグラスのマークは二重花弁です。ちょっと違うんですよね。このデザイン、グイン王家由来の紋章ではありません。どこを探しても16花弁の花に類似する紋章はないんですよ。では考えられる可能性は一つ、グイン王家とは違う血筋であり、なおかつ地位の高い家系の人物がここにいたはずです。そこまで分かったら、あとは早いですよね。グイン王家と同じ地位を持ち得る家系はたったの2つ、ニトかイザリスです。2人とも共に固有を芝いた始まりのヒフレンズですね。というわけで、そこまで絞り込めばあとはなんとかなるとね。調べ回りました。巨人墓場とイザリスを往復しました。で、見つけました。どこにあったと思います。ここです。なんとね、ハイとイザリスの天井です。そこがーっていうね。他のところだいたい焼かれてました。はい、まあ見れないことはないんだけれどね。花弁の数は16花弁、アノールロンドと同じもの。つまりアノールロンドにイザリスの魔女が来ていたことが明らかになりました。証拠としての信憑性はかなり高いはずです。なんかわざわざモンスターハウスの天井に貼り付けるか普通っていうね。どんだけ考察させたくないねんっていうね。おそらく来年発売されるくっそ面白いフロムの新作エルデンリングではもう少し手加減してほしいところですね。さて、そんなこんなでね、あの16花弁の花の紋章はイザリスのものでした。じゃあなんでアノールロンドにイザリスの魔女2人が滞在したんでしょうか。ちょっと視点を変えてみましょう。大王グインには
太陽の長子と呼ばれる長男がいました。太陽の長子の指輪、太陽の光を継いだグイン王の長子がかつてつけていたとされる古く汚れた指輪、竜狩りの先進、勇猛果敢にもかかわらず愚かさゆえに国を追放されて名前も失った。とはいえ各地には長子の像が残っており、彼の信奉者太陽の戦士を見守っています。まあ記録を抹消された割にはね、人気のある神様のようです。そんな太陽の長子、ダークソウル3ではね、無名の王として登場して歴代シリーズプレイヤーを沸かせました。でこっからなんで太陽の長子の記録が残ってないんでしょうか。ちょっとくらい残っててもいいよね。はい、実は作中全く同じ疑問を抱いたであろうキャラクターが登場します。みんな大好きダクソ界のアイドル、太陽の戦士ソラールさんです。まあ多分ソウルシリーズ知らない人でもどっかで見たことあるレベルの人ですね。そんな彼の座右の銘は、俺自身の太陽を探しに来た。うん、かっこいいですね。かっこいいけどよくわからないっていうね。俺自身の太陽ってどういう意味やねんとね、そこにあるやんけっていうね。基本初見だと何言ってんだこいつってなります。まあ、そんなこんなでね、ソラールさんの言ってることは支離滅裂にしか思えませんけれど、どうも太陽の調子に会いたかったのではなかろうかというのが僕個人の見解です。まあ正確なニュアンスまでは測りかねますけれど、少なくとも太陽の調子にまつわるものがソラールさんの行動原理の中心にあったんじゃないんでしょうか。大方ねそんなところでしょう。ですが物語終盤で激しく落ち込んでいるソラールさんと出会うことになります。ソラールさんのセリフ、すべて嘘だったのか。俺はずっとずっとそのためだけに、ああ俺の太陽どうしたらいいんだどうしたら。はい、かなり悲壮感を漂わせている彼ですけれど、プレイヤーからしたらね、なんのこっちゃっていうね感じです。うん、相変わらず変人やってるなーで終わりっすね。でも待ってください、彼はね狂っていたんじゃないんですよ。この人家庭をすっ飛ばして核心部分しか言わないせいで狂っているように見えていただけなんです。みんなからバカにされてましたけれど、本当は誰よりも真実に近い男でした。ではソラールさんが気づいてしまった真実とは一体何だったんでしょうか。太陽の戦士の皆さん、先に謝っておきます。諸君らにソラールさんと同じ絶望を味わってもらいます。太陽の長子の正体、それはこいつでした。ただれ続けるものです。ソラールさんの信仰していたかっちょいい戦神は実在しなかったんですよ。そんなものはこのただれ続けるものを覆い隠すためにグウィンが生み出したカバーストーリーなんです。太陽の長子の記録が残っていない理由、そして大王グウィンに王妃がいなかった理由、この2つは密接に絡み合っていました。僕の出番はここまでです。この先へ進むためにはリアル知識が要求されます。無名の王戦の BGM のラテン語コーラス、このコーラスにテキストでは触れられていない事件のあらましが残されていました。今からラテン語翻訳を紹介しますけれど、先にいくつか注意だけさせてください。ダークソウルはね、生命参加です。その最暗部には性的なテーマが隠されています。だからね、少し生々しい内容になりますけれど、大丈夫でしょうか。 OK ですかね。じゃあね、紹介します。眷属兄貴のネームレスキングの翻訳です。それは害悪となった。害悪は卑しい試みを行わせた。妻に力を注げ、指揮者に力を注げ、火は新たに生まれ変わった。デーモン、親族がデーモンを生み出した。間抜けな男は罪を隠すため真実をイザリスの混沌に隠蔽した。妻などいなかった。愚か者に蓋としての役割を命ず、真実をごまかし改変せよ。生まれ変わった娘たちにはイザリスの封印を命じた。さようなら、どうかお元気で。父の名誉のため真実の犠牲となりましょう。はい、これが無名の王戦の歌詞の意訳です。やばいですね、グイン、予想の上を行くクソ野郎でした。ちなみに動画化用にかなり端折ってるんで、気になる方はね、後で概要欄から眷属兄貴の動画に飛んでオリジナルを見てください。そしてぜひチャンネル登録をお願いします。さてここからは歌詞の内容を分かりやすく解説するタイムです。基本ラテン語は比喩と隠喩の世界なんで結構難しいです。ざっくり説明すると、大王グインの妻は元はイザリスでした。で、子供を作りたいと願ったグインはイザリスと一緒に子作りをしました。しかしグイン本体は火の存在です。グインにとって肉体はあくまで乗り物、故にオリジナルの聖域を持ちません。代替案として自分のソウルをイザリスの子宮に入れました。この世界を構成する王のソウルの一部をイザリスの子宮に入れたんです。これが混沌の始まり、世界崩壊の前触れになりました。つまり自分自身の欠片を注ぎ込んだんです。まあ子作りというよりも生まれ変わりに近いかな。その時の様子が2では奇跡として登場します。輝かしい雷球、巨大なソウルの塊を生み出し、自ら雷を放つ光球に変える奇跡。遥か古の太陽の神によって生み出されたが、生み出した者自身によって封じられていた。それは激しい怒りなのか、それとも慟哭だろうが、この力を受けてイザリスが生み出したのはこれ、浮かぶ混沌。束の間に燃え尽きるその混沌は、だが苗床に生じた原初の生命であるという。それはイザリスの罪の哀れな証であろう。そう、まともな生命体ですらなかったんですよ。イザリスに生み直してもらったグイン大王の欠片は、出来損ないでした。
まさに生命と概念の中間的存在です。そう、これってね、ある意味生まれ変わったグイン自身のかけらなんですよ。双子みたいなもんです。まあ、わかりやすく言うと、自分自身のソウルを半分越して残り半分をイザリスに生み直してもらったんです。生気がないからってすごいこと考えるよね、神様って。さらに悲劇は続きます。イザリスの生み出した浮かぶ混沌をグイン本人は始末しようとしました。まあ、ニュアンスとしてはね、息子殺しプラス兄弟殺し、そんなところでしょうかね。でもしグインの望み通りすぐに処分すれば、これ以上の被害拡大は防げたはずです。消せばそれでおしまい、世界がこれほど無茶苦茶になることは防げたでしょう。ところが今度はイザリス側が処分を拒否したんです。よくわからない生命体とはいえ、自分が生み出した子供なんです。見捨てられなかったんです。そんなイザリスママ、この浮かぶ混沌を神々と同列の存在にしたいと願いました。母親として生み出したものは守りたかったんでしょう。でこの後イザリスが何をしたと思います？生み直したグイン大王こと浮かぶ混沌に自らの王のソウルをさらに注いだんですよ。まあ、イザリスだけじゃなくてね、他のイザリスの娘たちもなり損ないのグイン大王に力を注いだんです。まあみんな王様のお母さんになりたかったんでしょうね。はい、もうカオス。そんなこんなでただれ続けるものが生まれ、イザリスが混沌の苗床と化しました。まあわかりやすく言うとね、ママンできすぎ問題です。まあサザエさんをね、1000倍こじらしたらこうなるんじゃないんでしょうか。さてこの時のことをイザリスの生き残りのクラーナはこう語ります。私の母イザリスはかつて最初の王の一人だった。最初の日のそばでソウルを見出し、その力で王になったんだ。そして母はその力で自分だけの炎を起こそうとして、それを制御できなかった。混沌の炎は母も妹も飲み込み、異様の生命の苗床にしてしまった。これがイザリスが苗床になった経緯でした。わかりやすいようにまとめます。大王グインとイザリスは子供を作ろうとしました。イザリス側の動機は比較的はっきりしています。始まりの日のお母さんになりたかった、要はそういうことです。そしてグイン側、まあ単純に子供を作りたかったっていう、そういう側面もあったかと思います。でもどうもそれだけじゃないんですよ。これまた詳しく解説しますけれど、グイン大王、人に憧れてた、いや人というか母親という存在に憧れていた、そういう痕跡が残っています。無条件の愛を与えてくれる母親像です。まあダークソウルの神々は何かしら生命の毒に毒されてるわけなんですけれど、グイン大王においてはどうもこの母性愛というものに、毒されていたようです。母親という存在から与えられる無条件の愛ですね。まあ限りある命だからこその限りない愛、そういったものでしょうかね。そんなこんなで2人の思惑が一致したので、子作り&生まれ変わりに及んだんでしょう。これが世界崩壊の前日談でした。いやもうね、予想外でしたね。というかさすがにこれは本編ではできないですね。ラテン語行きっすわ。ちなみに残されたグイン大王はこの後臭いものには蓋とばかりにイザリスを封印します。どう転んでも安定のくずっぷりですね。結論を言います。太陽の調子は実在しませんでした。ただれ続けるもののカバーストーリーであり、なおかつグイン大王の双子だったんです。はい、そりゃもうね、ソラールさんもがっくりいきますよ。太陽の調子伝説は嘘だったんだから。竜ガニの先進とはまさしく大王グイン本人のことでした。はい、まあそういうオチだったんですよね。なんかでも皮肉ですよね。3の時代には大王グイン本人のことは忘れられているのに、双子の関係でありカバーストーリーでしかない太陽の調子の存在は人々の中にまた残ってたんですから。うん、多分グイン本人としては逆だったんでしょうけどね。カバーストーリーの方が逆に残ってしまったっていう皮肉な展開です。では一つ気になりませんか？太陽の調子が嘘だったなら、古竜の頂で戦った無名の王の正体は何だったの？というわけで次回、四騎士の王者オーンスタイン編。無名の王の伝承を守っていたのは紛れもなくこのお方でした。実はオーンスタインって3作通してプレイヤーと戦い続けてたんですよ。この人正直グイン大王の部下にしておくには惜しいほど忠義に熱い神様です。めちゃくちゃすごいんです。この人はオーンスタインって命を懸けて最後の時までたった一人で無名の王の物語を守り続けてたんですよ。かつての主君の名誉を守るために。さすが四騎士の王者って感じっすよ。親族とは何なのか、なぜあのオルロンドで倒したはずのオーンスタインが生きていたのか、そこら辺の矛盾をまるっと合わせて解説します。このチャンネルではね、こんな感じに定期的に面白い考察動画上げてるんで、ぜひチャンネル登録をお願いします。というわけで以上、ナルニーでした。いやあ、すっかりやられましたね。実はね、太陽の調子に関しては以前も考察したことがありましたが、間違っておりました。グイン大王へ、あなたの名誉に泥を塗ったことを深くお詫び申し上げます。申し上げます。お詫びにさらにワンランク上質な泥を浴びせかけてやるぜ。まあ、真面目なこと話すとね、フレーバーテキストどうも絶対正しいわけじゃないみたいですね。ファランの歌詞でも言及されてましたけれど、制約回り、基本フェイク入ってます。まあ、あれですよ、俗に言う DTG ですよ、DTG。大体グインのせいです。こんな感じでね、ラテン語翻訳編はかなりぶっ飛びまくります。やばいっすよこれ。イザリスの魔女チーム VS グインドリン戦とか本編では語られないけど、ああそういうことねみたいなね話が多いです。まあなぜグイン大王に子供がたくさんできたのか、ように見えたのか、その辺も追って解説します。もしその辺ね先に知りたい方は、そこそこ難解ですけれど、ぜひ剣族兄貴の動画を見てください。めっちゃすごいです。親族周りの話これからです。くっそ面白い裏話満載なんで、楽しみにお待ちください。じゃあね。